にちは、通訳ガイドのともです。また今回も2ヶ月ぐらい動画を作ってなかったんですけども、今回の動画は自分に合った英語もしくは他の語学の勉強法ということで、ちょっとした診断テストになります。この診断テストは私が考えたものじゃなくて、アメリカの偉い研究者の方が考えた方で、どういった内容になってるかっていうと、今言っちゃうと今から行ってもらう診断内容に結構心理的に影響を及ぼすので、どういったものかっていうのを詳しくはこの診断が終わってから、ね、最後に誰々が研究したこういうの元にあなたに合った語学勉強法はこれですっていう風になってるって言いますので、まずはペンと紙を用意していただいて、もう深く考えずに今から診断テストを受けていただければいいかと思います。それではここから先はスライドの方が分かりやすいので、スライドに切り替えてやっていきます。皆様結果いかがだったでしょうか。今皆様に解いてもらった診断なんですけども、アメリカで作られた英語の適性テストの MLAT と呼ばれるものです。英語の適性要素として、言語分析能力、音声識別能力、記憶力の3つの構成要素があるということから、こちらのテストが作られました。で、人は五感によって世界を認識しています。その五感とは、視覚、聴覚、身体感覚、味覚、嗅覚のことを言います。人は外部のものを理解するときや、内的なものを思考するときも、これら5つの感覚を使っています。ということで、最初の5問がこのバーチャル視覚のテストで、次の5問がこの聴覚ですね。オーディトリーのテストで、最後の体感覚はこの触覚の部分になっています。この頭文字取って VAK とも呼ばれています。じゃあ今回5問しか出してないんですけども、興味のある方はインターネット探してもらったらもう20問とかあります。ちょっと最近YouTube の長い動画みんなスキップするので、あえて短く5問5問5問でテストしましたが、もっと詳しく自分の適性を診断したいということは、インターネットでこの VAK とかグーグルしてもらったら詳しいテスト内容が出てくるかと思います。で、これがどう英語勉強に結びつくかなんですけども、視覚優位度テストがよくできるっていうのが多かった、5問中の5問が視覚テストよくできるが多かったら、リーディングによる勉強法が向いてるってことになります。目で見て情報を得る力が優位であるってことですね。で、次に聴覚の優位度テストがよくできるが多かった方は、リスニング、耳から入ってくる情報、リスニングによる勉強法が向いてるということです。で、体感覚優位度テストが多かったってことは、
体感覚ってね、触りながら覚えるとか言うとかですね、例えば目の前に風船があったら風船を見て触って、そのさらにバルーンってこう言う、それを全部合わさってして覚えるのが勉強法が向いてます。もうこの3つ目の人は留学とか行った方が早いんじゃないかと思いますね。まあ、留学できる感覚、環境がないんでしたら、一日中英語で入れる場所にいて、まあ、友達とでもいいんですけど、喋って飲んで見て感じて、そういうので覚えていくタイプですね。で、どれか1つが特化している場合と2つ以上が組み合わさる場合もあります。例えば視覚と体感覚がってことは、読んで覚えるのと体感覚で覚えるのがいいとか、または聴覚と視覚の方が向いてるってことですね。これまた参考にしてもらって、これからの語学勉強に活かしていただければと思います。本日は以上です。